よし、じゃあ今日からね。開いてんじゃん。なんか人増えた。日本指の言葉を聞いたのかな。私はギデオ、王府にエルデの王となるために全てを知ろうとしているのだ。少しばっかり大ルーンをやらす。あったね。5人の居場所を把握している。ゴドリック、なんか早くて、火山の館、ライカード、で祝福のモーゴット、レアルカリカの、レナラ、ゴドリック、こいつ倒したやつだよね。で、ラダーンを飛ばしちゃったのかな。将軍ラダーン、無人、ケイリッドの矢、マレニアの腐敗、ケイリッドにいる。ライカード、火山、ゲルミア、黄金樹の大地、アルター高原の西、モーゴット、ローデイルの主、アルター高、アルター高原がどこか分かってねえからね。で、レナラは、これ謎解きしないと入れないってことね。マリカの夫、ラダゴ、卵に大群を宿っている。まあ、情報ありがとう。ありがとうさーん。ケイリッド。ケイリッド、この辺ね。サリア、ファロス。これかな？ここかな？で、これっすよね。モーンの城。あとは。まだここ行ってないんでね、次とりあえずここ行くんだけど、とりあえずここまでね、全部回ってから考えよう。ローデイル、違うよ。ローデイル、違うよ。ラダーン、ケイリッドのマレニアの腐敗だからね。ラダーン、ラダーン、ケイリッドのラダーン、ラダーン、ラダーン。これわかんねえ。よし、じゃあとりあえずね、武器強化。Ah, yes. I wonder if he's in his study. If you haven't already, father is a leader. I'm sure talking. It's about time I had. I'll see you again. あ、この人またどっか行っちゃうのか。It's about time I'll see you again. お、開いてんじゃん。やっぱあれか、あの状況でどんどん開くんだね。購入するメモリストーン、これ魔法使えませんのでいらないですね。まだ使うようになったら買いましょう。ヒーターシールド、ルーンの子は大ルーンの恩恵をもたらす。装備するんだ大ルーンって。まあメモリストーンは絶対買わなきゃね。論争もあります。あ、メイスあるね。メイス12と技量もか。とりあえず買わない。あ、でもいいよ、買っとこう。打撃武器をメイスでいくかクラブでいくかを決めとかないとね。
この人はいつ喋るんだろうね。これね、使わないからね。基本狼鍛えておけばいいのかなって感じするよ。さあ、どうしようか。武器強化。ロンソ君650とマイケル1200ぐらいいこう。ロンソ君プラ9190。でまた48だね。で12、一応出血効果がちょっとずつ増えてるね。で盾を上げると受け値が増えるが、大盾に変わっちゃうかもしれないんで、でこの大盾強化は普通のやつだね。さあクラブ、130メイス、技量もそれなりにあるんでね、メイスの方がいいかもしれないね。まあいいや。じゃあとりあえず獣にね、小さなメダル渡してから探索終わらしちゃいますかね。よし、じゃあ行きます。はい、持ってきたよ。今3個目かな。獣の生命さん、いただきます。そしてね、ダイルーンは装備するっつってたね。どこに装備するの？ダイルーン装備したダイルーンを有効化するみたいな。これによりね、装備した大ルーンの OK。 血油をね、いっぱい作ってね、出血に出血重ねるとすぐブシューってなって超強くなるんだよ。大ルーンってどこに装備するの？インベントリー。ダイルーンさん、ダイルーンさん、これだね、鍵、貴重品のところ。全然わかんねえ。こいつも復活するのかただの雑魚なのかちょっと気になるんだけどね。まあ最後の探索を終わらしてから考えよう。とりあえずここを回りきったら一旦、まあここにもう一枚地図があるかもしれないけど、まあとりあえず行ってみましょう。とりあえずメイス君の振りをチェック。使いやすい、使いやすいね、振りは。祝福のメイスあたり作って回復しながら殴れたら強そうだな。基本的にね、あの骨とかに使うんでね、骨だと祝福派生のダメージもでかいと思うんで、
祝福派生がいいんじゃないかなとは思ってる。スケルトン系に使うのね。こっちだってね。ウルド王朝の遺跡。敵？どうも。はい？はい？しかも結構暗っ。あの上だ。ちょ待てよ。ちょ待てよ。ちょっと待って行き止まりじゃねえ。俺は一体どこに迷い込んだんだ今。脱出かな？あれ？ん？この辺に迷い込んだんだよね。地獄だったね。デカグマ発見。鉄に一発刺してそのまま去っていくか。上に暴れんだよあいつ。やめて、お願い許して、お願い許して、お願い許して、うわあうわあ、お願い許して、お願い許して。ちょっと切りつけただけじゃないですか。巻いたかな。ピッ、アマちゃんがなんか黄色に光ってるやつがいる。敵だ。置いてもらう。そう。止まって。だいぶ戻されたな。ここっすね。装備が贅沢そうだもんねこれ。倒さないと開かないのか。なるほど。よし、は無理やり無視していこうと思ってたんで、いや開くわ。しゃがんでただけだ。地下墓地、獣の瞳が震えている。つかここセーブポイントじゃん。じゃあやるよね。やるしかないよね。結構血まみれだな。割と遠い。消えた。これ何だ？400しかもらえなかった。とりあえずここ行くか。
久しぶりのね地下墓地ダンジョンです。間違えて飲んじゃった今三角と間違えたわ。あ、120じゃん。ちょっとあえて復活してもらおう。87メイスの方がやっぱりいける。俺のパラメーター振りだとメイスの方が向いてるっぽいね。さすがにね、論争は10だから論争の方が強いけど、プラス3ぐらいでもう追いつきそうだよ、ダメージ。メイス君、メイス君に信仰派生あるじゃん。神聖なるメイス。多分これでめちゃくちゃダメージ出るんじゃないかな。まで鍛えてるから強いけど、メイス、メイス、ただね、さっきあのダー系の武器で殴ったらね、敵が大ダウンみたいな状態になったんで、やっぱり打撃武器の方がいいね。終わらへんやん、今上がっても。よ、終わらへんやん。ちょっとどうなってるんですかね。まあ、圧倒的に今骨相手にはメイスの方が楽なのは分かる。致命これ致命回復ですけど。で、普通はこの状態になったやつを殴れば終わるはずなのに、あいつら無限復活してたよね。それ許されんのちゃうかな。
さあ今度こそ一体一ほらめちゃくちゃ簡単に壊れる。神聖武器で殴っても復活するの？これダメだねこれ。ギロチンがある。ちょバイオハザードで見た。黒いやつは倒せないのかな。無視するか。カニが。ルーンの子。なんか爆発した。何がいいのこれ。カニって爆発すんの。もういっす、もういっす。ボスは無視できるタイプっぽいんで駆け抜けよう。ここでボス戦えるからね。じゃあ今回は左ルート。え、ああガード。次は左ルート。なんでそれで正面開いてる。怪物は N。 開いてない。あれどうする。こいつ倒さなきゃダメだ。2匹目ちょっと待って。頑張れ頑張れ。頑張った。お前は上がった。さあこれはええんやけど、レバーが見当たらない。とりあえずこいつは倒しとこう。なんか死んだ。え、カニ同士で共食いした。そんな感じだね今。ラッキー。カニにもね出血はいい感じだ。カニ玉。今夜はカニ飯だ。で、これもしかしてでっかいのに殴ってもらう。
あのでっかいやつにここ殴ってもらって壊すのかな。もうそれぐらいしかないよね。違うな。ここにあいつ連れてきて殴ってもらって壊す。それともここ開く？分かんない。あ、エリタイだよね。もうそれしかないよね。座らなきゃダメなんだけどな。飛べませんし、ね、うん、あいつが壊すとかそうだろうねぐらいしか考えようがないんで。別ルートがある。はしご、はしご。はしごないね。上に行く手段もないし。だね。走ってきて、あいつにちょっと攻撃してもらって開かなかったら、とりあえず諦めだね。だって分かんねえもん。でなんかレアそうな装備あったね。斧だっけ、これか、ローゼスの斧、魔力斧、これだったっけ。まあそれだね。まあ今回はカニが壊してくれるのかチェック。無理だったらもう終わりだよ。どっか上に上がる系の抜け道があれば。ここからね、上に上がる系のなんかこう、うちのカニは連動してるの？湧かないね。こいつ倒し方わかんないし。開きませんね。とりあえず分かんないです。
とりあえず結論わからない。まあすでにね入ったことある人はいるのかな。回り道がいい。どっか別のとこのレバーがあるのかな。実はこの辺の裏に上例えば、あの無限復活かなっつってたやつ死んでるね。死ぬ条件わかんないけど死んでるね。死んでんじゃん。そこの上にどうにかしたらいけんのかな。はしごは見当たらんか。ないよね。開いてないしな。あ、ダメだ、これ謎解きわかんねえや。ぐだるんです。別のとこ行くか。ないね、ここらへん。さすがにこんだけ敵が近いと使います。うん、分かんなかった。どうしようもない。獣の瞳が震えてるんですけどね。と、ここの森を抜けなきゃいけないのかな。上から行ってみるか。